チヂミの概念を崩したパリパリなチヂミでございます。こんにちは、料理研究家のよっちです。今日から真面目に行こうと思います。そして魔女のおばあさんです。どうぞよろしく。今日はこちらの材料を使ってSNS で 28.5 万回再生されたレシピをご紹介しようと思います。ありがたいな。 YouTube ショートにも載せてますが、それをもっと簡単にしてレベルアップしました。優しい味に変更しましたよ。じゃあこれはどんな時に作ってほしいレシピですか？はい、あと一品何にしようかなと思った時に作ってもらいたいレシピです。簡単に作れて一品として成立する。そう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 。あとおつまみにもいいなと思う。おつまみ、お酒のおつまみ。そう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 。おつまみにもいいし、子供にとってはデザート、おやつ感覚にもなるな。何そのデザート。手持ち無沙汰で。はい、ではニラ1本を切っていきます。結構適当？うん、適当。はい、こんな感じで切って、次は、人参をスライスします。これがない方は、包丁で切ってください。皮ごと？あ、皮ごと。皮も食べれるので、皮ごと切ってます。よく洗った人参を使ってください。OK です。もともとこのぐらいだったかな。はい、次。ライスペーパーを一気に2個分作るので、この2個を水に濡らします。はい、ライスペーパーを濡らしました。そこにさっきの人参とニラを半分乗せます。そしてこのスライスチーズ、とろけないタイプのスライスチーズを、これを半分乗せます。そして折りたたむで、餃子のようにプチプチプチって周りをこうして、はい、これで1個完成です。もう一個作っていきます。料理工程の 70% は終わったぞ。これで人参、ニラを乗せて、チーズ乗っけて。人参とニラはその混ぜたりしなくていい。混ぜなくていい。口の中で混ぜるから。焼いていきます。それではごま油をちょっと垂らします。で、加熱していきます。で、火がつくとごま油が温まるので、じゃあこっちに移動しやすくなります。ごま油の風味がね、美味しくなるんだよね。ほら、ちゃんと下にもごま油くんが浸透している。頑張れごま油。で、下がカリカリしたら裏返します。じゃあそろそろひっくり返します。おお。はい、で、ぎゅーっと、ね、ぎゅーってしすぎるとチーズが爆発するので気をつけてください。で、また待機。いい色になっとるな。もうこれ終わったも同然。あとはカリカリに焼くだけです。焼き加減が分かりにくくなし、焼き加減はこの周りがパリパリになったら終わり。このままでも食べれるけど、この周りがパリパリになった方がより美味しく感じます。これはね、待機の時間が多い料理だ。ってことは手放しで作れるみたいな。まあね、でも手放しすぎると本当に焦げてしまうので、それは気をつけてください。それは料理何でも言えることだけどね。もうカリカリになったのでこれで完成ですが、あと次はこれを網に乗せて冷まします。はい、ではこれを網に乗せます。このまんま今すぐ食べてもいいけど、チーズがトロンとなってやけどするので、ちょっと冷ましてからの方がいいです。
その方がもっとよりパリパリにもなります。完成です。見てください、完成しました。空飛ぶパリパリチヂミでございます。チヂミの概念を崩したパリパリなチヂミでございます。テンション上がる。それではいただきます。ニラの甘さと人参の甘さ、そしてチーズの香ばしさ、そこにこのランチペーパーのカリカリが合わさって最高の一品となりました。味はチヂミだけども食感が全然違う、せんべいのようなカリカリで食欲注ぐこと間違いなし。ビールにも合いますよ。ぜひお試しください。チャンネル登録と高評価お願いします。コメントもぜひください。最後まで見てきてくださいましてありがとうございました。バイバーイ。またな。クッキングヨッチ空飛ぶパリパリチヂミでございます。普通のチヂミはチヂミってどんな感じだっけ、普通のチヂミってどんな感じだっけ、柔らかい？